ムーレイ・イスマー・イールとは、アラウィー・アサ・モロッコの第二代スルターンである。ムーレイ・シャリーフの名の男であり、ママ兄ニである、ムーレイ・アル・ラシードが1672年に死去した。時には、フェズの王国の知事として、1667年から、モロッコ北部を統治した。その後、1687年まで老いの、ムーレイ・アフメドと王座争いをし、これに勝利した。 イスマー・イールの統治時代は、モロッコの最盛期と一致する。モロッコの軍の強さは、ギッシュや黒人軍隊などの強い軍事力によって、彼に占領している黒人奴隷や中央政府がしばしば反逆させなくした。また、イスマー・イールは、オスマン帝国領アルジェリアと戦い、占有する港からヨーロッパ人を払いのけた。彼らは、セウタを活上させるために、 キリスト教の囚人数千人弱を引き渡させた。イスマー・イールはサレート・ラバトに拠点を置く海賊船の艦隊を支配し、そしてキリスト教との奴隷を刺激した。彼は外国勢力、特にフランス、イングランド、スペインと外交関係を確立した。彼は当時のルイ14世と比較してしばしば彼は、その残酷さとカリスマ性からヨーロッパ人から、 地に植えた王と呼ばれ、恐れられた。彼はから40キロメートル以上に広がる、庭園、記念碑や多くのモスクを兼ね備えた巨大なと、メックネスの建設に着手した。しかし、その完成を見ることなく、彼は病気で皇居した。死後、再び国内は混乱し、分裂状態になった。彼が26歳で就任してからの統治期間は55年で、あり、これは、 モロッコの先制君主としては最長の在位記録である。アラビー派のカリフは13世紀頃からタフィラルトに定住した。彼は1645年にシジルマサで生まれた。ムーレイ・イスマイール・ベン・シェリフはムーレイ・シャリーフの息子であり、タフィラルトの王子でアラビー朝の独立初期だった。また彼の母は黒人の奴隷だった。彼はアル・ハッサン・アダヒル。 ムハンマドイブナブドゥラーフから21代目、そしてムハンマドアンナフスはイコールザキから17代目の子孫であり、1266年からシジルマサに定住していた。サード朝のスルターン、アフメドアルマンスールの死去後、モロッコでは波乱の期間に入り、国は数多くの軍事指導者や宗教的権力によって争われ、その間に彼の息子はオイダッシュのために争った。 ジダン・アルナシルの知性の始め、サード町は、急速に弱まり、ザオヤでディアによって、モロッコの中央部を、ザオヤ・ディラグは、ドラー川沿いのスースに、マラブーの尻、あるアヤチは、ターザエの大西洋海岸に続く北西の平野を、占領し、サレ共和国は、テトゥアンの町を奪取し、ルグルグ川の河口で、ナクシス家によって占領された。アラビー町は、 タフィラルトにおいてその地の住民であるフィレイリアンズにより選出され、アラウィー朝はゾヤデラグの影響を押しのけ、1631年に独立を樹立した。1667年に即位したアラウィー朝最初のスルターンであるムーレーアルラシードイスマーイールの父親であるムーレーシャリーフ及び二人のイボ兄弟は1631年にイスマーイールに先立って、 アラウィー朝の初代支配者となり、シャリーフは強力なザオヤから逃れるために、タフィラルトから逃げた。シャリーフは1636年に退位し、息子でイスマー・イールのイボアにムハンマドイブン・シャリーフが後を継いだ。ムハンマドの統治期には、アラウィー朝の勢力は北東のタフナにドラーにまで伸びた。イスマー・イールのママ兄弟であるムーレアル・ラシードは野心的であり、 反骨的な反逆者であったため1664年8月に、宇治田近郊のアンガド平野の戦いでイスマーイールは、ムハンマドを殺すことに成功した。ムーレイイスマーイールはそれに対して報われ、メクネスの知事となり、資金を増やすつもりでイスマーイールはラシードが1667年5月27日に、タフィラルトの王子として、 フェズ取得後のモロッコのスルターンとして統治する間、農業や取引に専念した。そして、兄の信頼を受けて彼が、モロッコの南部で戦う間、イスマー・イールは、モロッコ北部の統帥権を得て、1667年からフェズの軍司令官及び総督となった。ラシードは、ザオヤを占領し、それから、反乱軍を鎮圧するために、1669年に、 マラケシュに軍を置いた。1670年4月6日、イスマー・イールはフェズでラシードの諸婚を祝った。7月25日、彼はオーラ・ドジャーマにてボージ・エル・ジョディドラ60人の山賊を卓刑に処した。ラシードがハイアトラスで抵抗する部族を制伐する中、彼は1672年4月9日にマラケシュで落馬によって死亡した。4月13日、 ラシードの死を知ったフェズ総督のイスマー・イールは4月14日スルターンとなった。イスマー・イール26歳の時の出来事である。即意式は午後2時頃の話だった。フェズではすべての名士や学者、部族や都市が代表を送り、フェズ王国の新しい支配者に対し忠誠の誓いを行った。しかし、マラケシュだけは代表を送らなかった。 イスマー・イールはメクネスに首都を建設したが、この地は水と気候に恵まれていた。レグランド・シャリフ・ムーリ・セメイン・ウィスマイル、ニコラス・ラルメッシンの作品。スルターンとなった直後、イスマー・イールはいくつかの反乱と戦わなければならなかった。まず最初は、彼の老いであるムーレーアフメドの息子が反乱を起こした。また、彼の兄弟であったムーレハラーンが、 タフィラルと似て多いを占勝した。また、部族や宗教グループだけでなく、テトアンでもカディア外団も、反旗を翻した。ムーレーラシードの死がシジルマサにまで達したとき、スルタンを宣言するつもりで、アフメドはマラケシュまで急いだ。ハオウズの部族やスースのアラブ族、そして、マラケシュの住民も、それに加勢して、アフメドが、すべての地域を引き継ぐのを許した。 1672年4月27日、ムーレイ・イスマー・イールはマラケシュの戦いでアフメドを破った。そして、イスマー・イールは南部の部族を集結させ、自身をマラケシュのスルタンであると宣言した。イスマー・イールは大砲によってマラケシュ市に勝ち、1672年6月4日、スルタンを入場させることに成功した。アフメドは銃弾で負傷し、 山に逃亡した。イスマー・イールはマラケシュの住民を許し、そして都市の防御を再構築した。7月25日にメクネスに戻る時、彼は兄、ムーレイ・ラシードの棺を戻し、彼をアリー病に埋葬するためにフェズに戻った。メクネスにあるイスマー・イールのマウソレウム、ムーレイ・イスマー・イールは、モロッコ史上最強の人物の一人としても知られる。彼は、 オスマン帝国と1679年、1682年、1695から96年の3回にわたって戦い勝利し、モロッコの独立を認めさせた。また、スペイン帝国からあるマムラを1681年に奪還し、同地をマハリアに改名した。彼は、ルイ14世下のフランスと良い関係を保ち、また、スペイン帝国とは敵対した。 1682年にはフランスへ、モハマド・テミムを大使として派遣した。しかしながら、彼は、数千人のフランス人奴隷と側室を保有し、またバルバリア海賊からの解放に、法外な金額と、豊富な贈り物をすることを拒絶したため、疑念が課せられるようになった。イスマー・イールは、生涯に867人の子供を残した。 700人目の子供が生まれたのは1721年で、ある。また彼はおよそ2000人の内裁を持ったと言われている。これは、有史以来で、おそらく男性の子供の記録で最大とされている。ヘンリー・デ・カストリーズ・ a l エナシリ・ハモット、ヘンリー・デ・カストリーズ・アーカイブス・マー・ケインズ他の著書1634年とも、モハメット・トジー、モーナー・シン・イスラーム・パリティック・ A.U. マーウック、 パリ、プレススで再演しずポ、1999p83 <笑>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 <笑 > wow 네、 h t t p w w w p e r s e f r w e b r e v u e s h o m e b r e s c r i p t a r t i c l e r e m m 0 0 3 5から1 4 7 4 9 7 3 n m 1 5 1 2 2 6 r e a l i t e s m e c o m 2014年9月6日閲覧、リーバイ、プロビンサル、エヴァリスト、エール・マジーヤ。インハウツマ、マタイン・テイドウ、E.J. ブリル。エスファースト・エンサイクロペディア・オブ・イスラーム。1913、1936。ボリューム5。エル・マリー・スコス。P122。ISBN 978から9004084940。サルタン・オブ・シュウィン。 ハウモロッカンルーラークッドサイヤ1000キッズリビールド。livescience.com。2018年4月10日閲覧。ジョン・ブラック、ハウザ・サルタオ・ムーレイ・エスマイル・オブ・モロッコサイド1000、チルドレン。ancient-origins.net。2018年4月10日閲覧。レジェンダリーモロッカンルーラークッドハブ・ハード1100、チルドレン。 dailymail.co.uk 2018年4月10日閲覧 The Most Children Produced by Human Females vs. Males WordPress.com2018 年4月10日閲覧 All by 888 Children Psychology Today 2018年4月10日閲覧 Is If Physically Possible for エイマンツーサイアオーバー800チルドレンシリアスリーサイエンス discovrmagazine.com e 2018年4月10日閲覧ムーレイスマーイールの作品またはショータの作品ありがとうございます